イルゼ・フロム・ミヒャイル、イルザ・フロム・マイケルズ、1888年12月30日、ハンブルクから1986年1月22日、デトモルトは、ドイツの女性作曲家、ピアニスト。幼児期より学祭を発揮して、ピアノをはじめ、13歳で、ベルリン王立高等音楽学校に進学。シュテルン音楽院にも学び、ピアノを、ジェームズ・クバストに、作曲を、 ハンス・プフィッツナーに指示。1908年よりピアニストとして活動を開始し、ヘルマン・アーベントロート、マックス・フィードラー、ビルヘルム・フルト・ベングラー、オイゲン・ヨッフム、オット・オクレ・ンペラー、カール・シュー・リヒト、アルトゥルニキシュといった指揮者と共演して認められる。自身の作風はプフィッツナーに影響されて、後期ロマン主義の伝統に止まったものの、リサイタルでは同時代の音楽を変愛し、 グラナドスやブゾーニ、レーガー、コダーアイ、バルトークのほか、シンウィーン・学クハやストラビンスキー、ミオヒンデミットラも取り上げた。1911年からケルン・のカール・フリードベルクの下で、さらなる研鑽を積む。1915年に弁護士のバルター・ミヒャイルスと結婚。1908年から1919 19年までは主にピアノ曲を作曲しており、 4つのパペットフィアプッペン、作品4やピアノソナタ作品6、自作主題による変奏曲バリアツヨーネンウーバーアインエイゲネステーマ、作品8などを残す。1933年にナチス政権が発足するとユダヤ系の男性と結婚した女性として自作の上演と一切の演奏活動が禁じられてしまう。ナチスドイツによって 内的亡命を余儀なくされる中、作曲活動に没頭するが、マリアのジュナン・マリエンパッション作品18や公共曲映派単調作品19、クラリネットと弦楽合奏のための緩やかな音楽ムジカラルガといった当時の作品は、ドイツの政治情勢に対する自身の悲観的な認識が反映され、憂鬱な曲奏が特徴的である。 オットバルターは、ナチ時代に重苦しい悪夢を経験して、健康を害し、過労うて第二次世界大戦を生き延びたものの、戦後になって、すぐ他界した。フロム・ミハイルは、まだ1945年のうちに、ハンブルク音楽演劇高等学校の教員に任命され、1946年には、ハンス・シミット・イス・セルシュテットの指揮と、北西ドイツ放送交響楽団の演奏により、 公共曲が初演され、評論家から広く賞賛された。作曲活動は1949年まで続けたが、その後はもっぱら、ハンブルクの大学教授や音楽教育者として活動した。1986年に、デトモルト養老院にて97歳という高齢で、永明した。ありがとうございます。